あ、違う、こっちにいた。どうもこんばんは、狼です。今回クローゼットの中から挨拶しましたけど、本日も絶好調でやっていきたいと思います。何かオーラみたいなの出てるけど大丈夫？死人の魂はやすやすと願いを叶えてくれたりしない。彼らは謎をかけ、その謎を解くかまったの、解くかまったか、解くか、失礼。または彼らの願いを叶えてもらおうという時にだけ現れる。大抵これらのパズルは彼らの人生と何かしらつながっている。謎を解くため僕は彼らの過去を調べ、彼らの人生についてのあらゆる詳細について知る必要があった。日記のおかげで簡単に調べることができた。だが子供たちに関してはそう単純な話ではなかった。彼らは遊びたかった。そしてその遊びは普通の遊びではなかった。時に死人は現在に生きている人間が通れない境界を作る。そして彼らは条件が満たされた時だけそれを開ける。だが我々は彼らが世の中を全く違う目で見ていることを忘れてはいけない。そうだよね、一緒には遊べないよね。お、あ、え、え、お、え、お、え、え、え、お、ここと、バラバラになってる写真、どうやら誰かが僕にこの写真をバラバラになった部分を全て見つけてほしいようだ。あ、そう。あ、わかったよ。そんなにしなくてもよくない？今逃げれないからもう、怖がんないって言うけど、パニックだよね。そんな、それだけガーッと、あれだけ押し付けてくれればよくない？そんなことしなくてもさ、なんとなく通じるよ。あ、写真撮った。これ何？子供じゃないじゃん、動物の死体。それはひどいね。信じられないね。ひどいとかいう問題じゃないよね。信じられないでしょ。子供の部屋にしたいとか、それはいけないよ。隠れれる。あ、そっか、ここで隠れれたんだ。これ覚えとかないとダメだね、絶対ね。うわぁ、2階から見られたりしたら怖いな。何枚あるんだろう。あと2枚なのかな。あれ？お？え、この部屋から探せってこと？ 4 枚。嘘？もうないよ。さっきのメモ読んでみた方がいいかな。どういうこと？登ったりできないでしょ？閉じ込められたんですか？あ、なんかあった。これ見つけれないとか、まずいね。ってことは、あと1枚あるってこと？どっかに。なるほど。ここ名探偵が、全部探そう。あと1枚どこ？それっぽいところある？なくない？あ、あったあった。なんだ、簡単だったわ。もう声が震える。お！はい。僕の弟のエリー、そして母さん。何？首をかけてる人。何かやったんでしょ、この家族が。ドア開いてるし。これ絶対。来てる来てる来てる。まずいよ、これ。来てるよ。あれ？あれ？うわぁ、これ厳しいなぁ。また絶対終われそうでしょ。壊れかけの、あれってどこ？見かけてないけど、そんなの。
謎解き難しいな、これ。あ、あったあったあった。これじゃない、バチバチ言ってた。明らかに壊れてるね、これだよね。おお、何それ。すごい家じゃない。おお、何それ。いつでも逃げる準備はできてるよ。クローゼット向こうにあったからね。え、何？時計回りに536、536。はい、この声を聞きながら読みましょう。ハロルドがこの世を去ってから1週間、彼は旅から帰ってきてから変わってしまった。私の知っている彼じゃなかった。私は単純でバカみたいに彼は疲れているだけだと思っていた。私はどうして気づかなかったの？助けてあげられたかもしれないのに。私は毎日罪の意識に引き裂かれる思いで、ずっとそのことばかり考えている。ハロルドの元へ行きたい。でも、私は子供たちのためにこの忌々しい世界で生きている。家政婦たちは私のことを心配している。彼女たちが連絡した医師が私に薬を処方した。彼はこの薬が悲しみをうまく対処するのに役立つはずだと言っていたけど、私はそんなの信じられない。私は愛する人を失ったのよ。でも、一つだけ彼が言っていたことで正しいことがあった。私は子供たちも含め、皆を避けるように部屋に閉じ込めといた。そこで彼は彼の友人の子供たちの世話係を紹介してくれたの。子供たちには誰かが必要だし、私には休憩が必要だわ。あ、そう。536。あ、ちゃんと書いてくれてんだ。そうだよね。これちょっと、さっきの文章読んでたらもう忘れちゃったよ。うん。これは行かない方が賢明だね、多分ね。明らかに出てくると思うんだよね。あ、違う。こっちにいた。これ行かないとダメ？行ったらゲームオーバー？わー、怖い。おお！うわー、厳しい。おぉ、きつかったわ、これ、今の。えぐい。お部屋元通りだし。おぉ、失礼。ちょっと、うん、喉の調子がね、おかしかったから、ちょっと大きい声出してみた。ちょっとランプ、ランプ、ランプ、ランプ。命生命線だから、これ。536ね。はい。1、2、3、4、5 1、2、3 1、2、3、4、5、6。セカンドフロアコリダー、何フロアみたいな感じだっかな。鍵かかってるとこってどこだっけ。覚えてないな、全然。そして出てくるんじゃないかってビビってる。こう隠れるとこね、もうここね、覚えとこう。いつでも逃げれるように。右見て左見て、いません。おお、どんどん植えちゃってるもんね、これね。ダメだよね。ここ閉められたらもう罪じゃない？でも明らかにこっち。お！なになに？え！何だったの今の？何それ？え？何？何単眼鏡って。お！どうしたこれ？何何この、このメガネ。目に見えない手掛かりを見つけることができる。へえ、すごいね。ちょっとした霊界探偵みたいになってるけど。あ、そう。あ、そう。なんで閉じ込められたの？あれ見ろってことかな？いいじゃない、見てあげようじゃないか。どうやって装備するんだっけ？ああ、これだ。何？どうした？
なんかこっちに行けって書いてあるね。ん？ぐるぐる回ってるな、でも自分の行く方向で。こっちに来ると、上？え？何？どういうこと？ビーってジャンプできたりしないの？これ。え、何これ？どういうこと？え、わかんない。さっぱりわかんない、これ。意味が。え、だって閉じ込められたよ、これ。どうしたらいい？いけないでしょ？ユーズザモノクラー。え？4つ買ったけど何も起きなかったよ。どういうこと？しかもあの音の時にいるの嫌なんだけど。本当に。これどういうこと？上？わかんない。これ使って何？どういう意味があるの？上って言ってるけど。床もここ怪しいことはないしね。特に。単眼鏡使ってドア開けたら出れる？出れないよね。関係ないみたい。はい。ということで、ちょっと、もやもやしてるんですけど、本日はここで終わりたいと思います。もし分かった人いたら、起きて破れのちょっとアドバイスください。ヒントでもいいです。本日はご視聴いただきありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録、コメントとよろしくお願いいたします。オッカミでした。アディオス、アミーゴス、またね。